ギャンブリー依存症で財務整理をしたことがあります近々母と父が離婚する予定なのですがお,おそらく私本人に母から金をよこせと言われている未来が見えていますギャンブリー依存症老肥歴なら歯をどうしたらよいでしょうか治りません、えーとまあ、ギャンブリー依存症たまに治る人もいるんですけど基本的には治りませんあのお金がないからやれないからやらないという人はいますけどその、まあ、アルコールもそうなんですけど依存症って治らないんですよ なのであのまあそのいろいろ脅してきたりとか,そのなんかこれだけ世話してきたのに白状だとか言われると思うんですけどあのお金をいくら出ししたとしてもギャンブル依存症は治りませんなのであのそこでお金を取られてそのあゆさんがお母さんをどんどん嫌いになってしまうのに比べればその表面上嫌われている方がいいと思うのでもう最初からお金は出さないっていうのは決めつけた方がいいんじゃないかなと思います。